里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、豊さんに来ていただいてます。はい、はい、豊さんのお邪魔します。はい、はい、お願いします。もう全然顔違うな。お邪魔します。お客さんを招き入れる顔だね。いや、さっきはなんかお借りします。なんかちょっと取り合いになってるかもなって、なんか喜んでる。ちょっと喜んでる。そうかそうか。豊さんチャンネルではね。はい、まあ豊さんチャンネルのではね、はい、クライマックスセリーグの展望を、はい、話しましたけど。はい。はい、今回はパリーグを僕が担当して喋りますけど、最後ね、楽天良かったですね。いやー、もうヒヤヒヤしましたよ。あのね、CS 決めるし、ね、もうでも行きましたね、勝ち切りましたね。千賀にはちょっと負けるかなと思いましたけど、はい、よく踏ん張りましたね。千賀投手のあの日に勝ったっていう、なんかね、もう喜びました。いや、あのさ、俺はさ、はい、ロッテ有利だと思ってたんだ、はい、僕はもう残り試合と残りの対戦カード見てたら、はい、ロッテ有利やと思ってたんですよ。そうでしょ、明らかに、うん、でその楽天と19日に直線対決ある前は、はい、ロッテの方が3位だったんで、うん、まあそこで勝つか負けるかで負けちゃったことが、うん、則本の好投あったのが一番大きかったんですけど、うん、その後もオリックス、日本ハムと下位チームとの対戦が結構残ってたんですよね、うん、そこでなんと勝ちきれないっていうね、オリックスに連敗したのが痛かったですよね。そう、ロッテさんがね負けてくださったので、まあ、で日本ハムには勝ったんですけど、で最後の西武の胴上げ優勝かかってる試合で、まあ、負けちゃった、うん、でその前にも楽天ロッテお互い西武との4連戦あったんですよ、うん、でここでロッテは1勝3敗と負け越して、うん、なんと楽天はそこ2勝2敗タイで踏ん張ったんですよ。いやいや、それそこぐらいからは大きかったですね、踏ん張りが。いや、俺あの勢い的にはロッテって思ったけど、ロッテが連敗し始めて、うん、ウィーラーが打ち出したでしょ。いや、そうなの、ここに来てね、ウィーラーが打ってくれて、あと千賀からのホームランで、いや、だから俺はウィーラーっていうのはなんかこう戦力として、うん、あんまり頭になかったんだけど、うん、ここに来てきたかと思ってさ。いやね、ちょっと中盤ウィーラー大丈夫かなってなってましたけどね、うん、やっぱ見せてくれましたね、本当に。うん、クライマックスね、楽天ちょっと怖いですよ。いや、そうですよね。則本騎士がはまったら、はい、もう、いや俺ね、うん、ソフトバンクに塩見とか、うん、唐島とかが、うん、あのクライマックスシリーズで好投したのを、うん、やっぱ覚えてるんだよ、うん、左がね、左の抜ける球があるとソフトバンクって意外と苦労する。そう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 、俺無理して則本騎士とか騎士とかあの則本で俺行かなくてもいいんじゃないかなと思って、うん、2戦やって負けてももう何も文句言われないよ、しょうがないじゃん。いや、でもやっぱり3位に割り込んだ、そうしたらやっぱり上を目指したいってね、ファンは思っちゃうんですよ、うん、下克上したいっていう。欲深いな。だって3位からあの日本シリーズで優勝したのって佐藤さんの時だけですよ。そうそう、今まで史上初で、はい、基本的には約両チーム 80% は1位チームが進出するんで、はい、確認してくれば、まあ、そりゃそうだよね、アドバンテージもあるしな。そうそうそう、あとはソフトバンクとの相性がどうかですけど、やっぱまあ勝たないと次いけないんで、まあ、そうそう、今年先発陣ピリッとしないんですよ、ソフトバンクが、はい、まあそうだな。であと高橋嶺とか、うん、まあ、ミランダとか、はい、まあ、バンデン最後良かったんですけど、うんうん、俺楽天が岸をかけるとしたら左を頭に持ってきてほしいよな、抜けるブワッと抜ける。まあ行くとしたら唐島しかいないですよね。そうですね、うん、でもちょっとファンが納得しないんですよ。いやでも納得しない。いや、もちろん唐島投手も今年すごい良かったですし、で美馬投手ももうあわや完全試合みたいな試合してたりとか、うんうん、しましたね、本当に調子はいいんですよね。しかも日本シリーズね、岸の調子ってどう思ってる？いや、岸投手っていつもそこまで悪くないと思うんですよ。作ってるのは作ってる、勝ち運がないよね、はい、勝ち運が本当にないんですよ。去年もそうですし、岸投手が投げると打線があんまりこうね、あれなんですよ。でも防御率って常にやっぱりいいので、本人最終登板負けましたけどいい感じやってましたよ。いや、まああれだけの球持ってて調子が悪くても大体抑えていくわな、うん、ある程度はね。でもだって浜田さん、 DeNA 今永行くっていうんですもん。そりゃ楽天も行くでしょ。行きますよね。そりゃ楽天だけ行かないとかないですよね。やっぱ則本投手、岸投手行ってで3人目に、まあ、唐島行くか三馬行くか、ちょっと待って、先発するとファイナルステージ行った時に、うん、何戦目に行ける予定なの？だからもし初戦投げると土曜日なん で初戦が水曜日なんで、うん、日月火水で
で木曜日行きます中4日だと2戦目行きます中4日だと、うん、で中5日だと3戦目です。でも万全で持っていきたいよな。そこで負けると終わりだしな。初戦勝ったらこの人とかそういう風に考えることもあるんですか。準備しきれないのピッチャーが そうですよね、その決めといてくれないと、うん、調整もあるんで辛いですよね、うん、やっぱじゃあそこをガンと決めていきますよね。でも2人呼んで勝ったらお前負けたらお前っていうのはできないかな。中途半端な人だとできるっすけど、やっぱエースクラスは万全でいきたいですもんね。万全にいってほしいです。ルーティン決まってるしな、調整方法も、うんうん、そっか。でもやっぱりファンとしては3位だったら下克上を佐藤さんの時のように狙っていきたい。でも西武もね、はい、2年連続は辻さんも泣けないですよ去年のあのクライマックス投げた最後にね、うん、男泣きのあの悔しさ、はい、2年連続泣けないでしょ。そっか、まあまあまあ、ただ大型チームにありがちなさ、うん、なんかスタートが悪いとかさ、うん、ちょっとリズム感が合わないとかさ、いろいろあるんだよね。なんかアベレージヒッターだとなんとかしていくんだけどさ、うん、はい、割とホームランバッターが多いもんな。去年ま打線がねソフトバンクのバカバカ打って打ち負けたんですよね、うん、このクライマックス、うん、初戦のニールですね。西武はそう11連勝で締めましたから、うん、ニールがバシッと抑えて勝った、まあ、初戦取るとな楽だよな。アドバンテージ一緒あるんで、そうだな、うん、だからあると思うんですよ。湯川さんのチャンネルでも言ったと思うんですけど、はい、まだこんなこと言ってたら怒られるんですけど、はい、批判覚悟で、はい、今年は2位以下の日本シリーズが史上初あるんじゃないのかっていう。いや阪神対楽天とかめっちゃ面白くないですか阪神対楽天サイド3位まあまあ、 あの見てる方は面白いですよね。面白いですよね見てる方は面白いけど野球関係者はおそらく、はい、なんかこう真剣にはなれない部分がある、ね、うん、あ、そんな締まらない感じあるんですかね。いやでもクライマックスシリーズができてから、うん、もう13年ぐらい経ちますけど、はい、もうそろそろあってもいいんじゃないですか、まあね、うん、でもねロッテがね上がっていった時はやっぱ見ててワクワクした、うん、面白かった。あのままなんか優勝しちゃうんだっていう、うん、なんかだからでも試合がクソ長いんだよ楽天でもやってる方は大変ですか。いや大変だけど楽天と阪神がやったらね、ワクワクするかもかんです。いや、そう、3位同士でっていう、まあ、ちょっと佐藤さんに最後一つだけ聞きたいです。もう、まあ、2位以下の、日本シリーズをちょっと楽しみにしたいっていう気持ちもあるわけですよ、はい、下克上をする極意教えてくださいよ。極意はもう勝ったらラッキーっていう、はい、別にだ勝とうとする必要ないですよ。勝ったらラッキーですよ。まあ失うものはないんで、はい、で思い切ってやればプレッシャーの思い切ってやればいいですよ、はい、なんかいけいけいけーって、はい、で負けたらオフになるだけですよ。で勝っていくと相手のあの顔、はい、すっごい面白いですからやばいっていう顔が、上位のチームが負けていくわけですから、はい、顔がどんどん引きつっていくんですよ、はい、全員が、うん、それを見るのがめっちゃ楽しいですでも優勝し いやでも優勝してさ、はい、日本シリーズ出れなかったら、うん、俺たち 何やってたのかなっていう、まあ、そっちはそうなりますよね。でも2位3位ってそれがないから、はい、失うものないんで、うん、よく頑張ったみたいな、はい、褒められるんだから負けて、うん、無欲の勝利負けたところで批判されないんですからな、はい、だって別に3位から出てお前ら日本シリーズ出れなかったやろっていやいやまあまあそもそも3位ですからそうですね、はい、日本シリーズ行くのはどこ。そうですね。じゃ予想しましょうよ。お互いもうこことここって予想しましょう。いや俺言ったけど、はい、じゃあ僕はね、はい、パリーグは佐藤だよ。佐藤でしょ。僕あれにします。批判を恐れずこの楽しみたいっていうので、はい、ソフトバンクとセリーグは DeNA 2-2 か2-2か。じゃあどこっすか。さっきと話が全然違う。サイサイみたいなーって言っていやいやそれは袴田さんの意見を組んだんですけ ど、はい、真剣に考えた時にありえそうなのはまあまあソフトバンク DeNA は2位以下同士の日本シリーズだったらありえそうかなっていうね。なるほどね。豊さんはパリーグ、うん、セーブだな。まあ、なんかやっぱもうやっぱ辻が泣くっていうのは辛い。だって勝っても泣くかも。辻が泣いたら俺も泣く泣き虫歌だから。本当ですか。そうなんです。いやいやもうボロボロだもん番組でも引退を見ただけで、はい、だから辻は今年は泣かない。でも優勝して泣く可能性もありますよ。
うん、可能性はあるな。いい涙。でも感動はいい涙だ。いい涙はいいですか。そうそう。まあね、好きかって言いましたけど、はい、どうなるかは結果が出れば分かりますし、はい、まあ所詮ね、予想ですから。はい。確かに。予想するのが楽しいんですよ。そうですそうです。はい。無意気になってね、コメント書かないようにお願いします。